ガスガの道、ガスガの道です。右側の通りが開きます。通りません。足元にご注意ください。ですね、今春日の道の神戸側、三宮側の端っこに来てるんですけども、この辺に西改札を作ってこうね、エレベーターを作るというプレスリリースが先日発表されました。まあ本当ね、やっぱり狭いですね。まあ狭隘って読むんですけども、ここを、バリアフリー化するというのを先日発表しています。2020年11月の5日にプレスリリースをされています。そうか、なるほどな。まあ今こうやってですね、黄色い展示が2つありますから、そのこの両サイドに、この両サイドにホームドアを作るということなんで、ホームの幅が狭まったりすることではないと思うんですけどね。いや春日の道すごいな。ちょっと改札出たいと思います。この春日の道のこっちが東方面には三分神館があるんですよね。でこういった感じでホームの端にこうね、建屋というか屋根がありますんで、まあこの辺に工事をして電車がもう少し前まで止まるはずなんですけどね。これどうやって工事するの、ほんまに2年かかるっていうんですけど、その期間もそうですけど本当に技術力が上がってるんでしょうね。春日の道駅の 目の前に春日の道商店街がありまして、こんな感じで阪急春日の道駅、せっかくなんですね、駅の外を回って新しくできる西改札、ここなんかなっていうところまで歩きたいと思います。なんかここが昔なんか改札口やったかもしれんということで、ちょっと正確にはわからないんですけどね。ああなるほどね、ここが昔もしかしたら改札やったかもしれない。あそこね、なんか気になりますよね。でどうも阪急の春日の道の方も、ああほんまですね、電車今止まってますんで、さっき我々おったところがあの辺なんでね、ここがもしかしたら新しい改札ができるとこなんかもしれないですね。ちょっとせっかくなんでね、春日の道どんな駅になるんでしょうね。はい、ということで今日はちょっとね、春日の道を見に来ました。阪急電鉄さんすごいですね。どうなるんやろ。